はい、どうもこんにちは。こんにちは。ベタです。谷です。どうも、アンジェルのベースの谷さんです。はい、よろしくお願いします。今絶賛タイムレスコミュニケーションズのツアー中でございますが、残すところは名古屋だけですね。そうですね、はい、はい、いやもうバッチバチで仕上がってますわ。そうですね、はい、ライブはねいつも楽しいんですけど、やっぱね久々ねワンマンツアー、うん、ね、コロナがあってできなくて、でね今やれてるこう幸せがねもろに出てますね。今日はですね、うん、まあ、そのタイムレスコミュニケーションズのツアーとか、ライブでも、まあ、使われている、はいはい、あとレコーディングでも使っているような、はいはいはい、谷さんの機材をちょっと教えてもらおうと思います。何でもいいっすよ、教えますよ。、はい、前回ね谷川さんの、はいはい、機材紹介っていうのをやったんですけど、はい、いや谷さん、うん、足元何にもないじゃないですか。足元はゼロっすね。まあ中断っすね。まあ TU2 ね。ボスの、まあ、これをねかますかかまさないかっていう、ね、半音下げとかで、うん、竿を変えるとかだったらやっぱこうオンオフがあるんで、まあこれチューナーでオンオフして抜き差しをしてるんですけど、うん、それ使わない時は、まあ、今回のツアーもそうなんですけど、まあ、直結っすね。それはやっぱ音変わるなって思うんですか。なんかね気持ち的にもねちょっとね、あちょっと薄れてるのかな薄れてないのかなみたいな不安じゃないですけど、なんかまあそういう疑問が起こるんで、ちょっともう直で、直が好きなんです。直が好きっす、ね、どちらっていうと。でも収納もあれですよね、なんか絶対電池で駆動させてますよね。あそうですね、まあ、昔はチューナー、まあ、挟む時は電池もったいないしなってなって、うん、電源引っ張ってたんですけど、やっぱノイズが乗っちゃうんで、電池の方が音いいっていうのもなんか昔からなんか聞いたことあったんで、うん、電池で行くようにしてます。なるほど、なるほど。でチューナーだけと、だけっすね。だからもう何も紹介することはないっす。だってベーシストでも結構コンプレッサーとか、ね、はいはい、歪みとかね、そうですね、サンズアンプみたいな、ワウとかね、そうですね、はいはいはい、やってる方も結構いらっしゃいますもんね、はい、難しいっすね切り替えが。もうギタリストはすごいなって思いますよ。谷川さんなんかね、もうすごいボール組んで、一泊の間に何回踏まなあかんとかね。ありますよね。本当手でコントロールする感じですか。そうっすね、うん、指っすね。じゃあ機材っていうことで言うと、はい、ベースと、はい、あとアンプで、あと唯一、うん、アンプの手前に挟んでるのは DI っすね。うん、DI 一応カントリーマン僕は好きで、やっぱストレートな音するよっていうので、昔ねアバロンとかも使ってたんですよ。ああそうなんですね、はい、けどやっぱストレートな音でカントリーマンオーソドックスっちゃ言えばオーソドックスなんですけどね、はい、あんまり挟まないこう素の音みたいなのが好きが好きっすね。そのためにいい音の楽器をやっぱ選んでるんで、あとシールドもこだわってますよ。あ、はい、シールドっすね。もちろん確かシールドは今これ何なんですか、この緑色の雷これベース用のやつですね。これベース用です。もうこれ7、8年前かな、知り合いにこれ使ってみたらいいよって言われて、たまたま使わせてもらったらめちゃめちゃ良くて、中域がポンって抜けてくれる気がします。アンプはこれなんですか。アンプはね、ハートキーですね。僕はもう十何年ハートキー使ってます。HA5000 っていうモデルでちょっと珍しいんですよ。昔は3500っていうのを使ってたんですけど、うん、でこれ5000っていうやつで、うん、2年ぐらい前にちょっと知り合いから、扱いはちょっと難しいから、うん、普通の3500よりは、うん、あそうなんね、って感じですね。コントロールとかついてるのはなんか一緒ですかね。クロスオーバーっていうのがついてて、これはないですよ。普通3500。よくスタジオに向いてあったりするのは3500。そうですね、多いですね。基本キャビネットもアンペグをこう使われてますもんね。そうですね、アンペグがいいっす。やっぱハートキーと相性がいい気がする。はいはいはい。ハートキーのキャビの時はちょっとねドンシャリ感が出ちゃうというか、うん、やっぱアンペグの方が丸みちょっと帯びてくれる感じがして、ね、相性がいいっていう
思ってます。谷さん結構あれですもんね、音的作り的にもゴリゴリな感じじゃなく、そうです ね低音、低音がやっぱふくよかというか、なんか、なんか低音に包まれてたい感じがあるんで、うん、なるほど、はい、じゃあちょっとサオの方紹介いただけますか、はい、いいっす、はい、じゃあまずメインのヒストリー、うんうんうん、これ使うような3、4年かな、でこの前に、うん、まあ、ヒストリーのサンバーストを使ってたんですけど、ヴィンテージっぽい、もうヴィンテージ買おうかなって思った時期があって、はい、でそしたらちょっとこれ弾いてみてください島村楽器の人にちょっと話もらって、弾いたらめちゃめちゃいいヴィンテージっぽい音するってなって、もう使い続けてますね。あーなるほど、ベースこれ軽いんですよ、はい、一番この中でも一番軽くて、やっぱねあのヴィンテージのベースって基本軽いんですよ。あそうなんですね、はい、でそういうとこもやっぱ音にこうなってる、いい木を使ってるんだなって思ってます、うんうん、まあ、ヒストリーも結構いろんなラインナップ、そうあるんですよ、ありますよね、うん、でこれはちょっとヴィンテージっぽいスタイルの、はい、好きです。レコーディングもライブ、レコーディングもそうですね、うん、プレベですよね、プレベです、うん、次はじゃあサブを、サブ今ね、はい、サブ、まあサブとしてステージに置いてる、そうですよね、同じくヒストリー、うんうん、これ1個前のモデルとかなんですかね、多分そうだと思いますね、さっきのベースと同じ、一応メモリ上は同じ、なるほど、レベルは落ちる。さっきのベースよりもちょっと下低音がちょっともうちょっと膨れてるというか、なんか膨らんでいい感じで膨れてる、はい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 、でこっちはもっと中域がこうなんかドンとしたイメージだったと思うんですけど、確かに、まあ、パワーは確かにさっきの方があるような印象はありますけど、はい、でもこれもすごいまとまっ、いいっすよ、まとまりのいい音というか、いいっすよ、ヒストリーいいっすよ、本当に本当におすすめこれあのマウシモントレじゃないヒストリーね、いいですよ、ね、いいっすよ、でこれがまあサブと、サブで今はサブだったりとか、あと半音下げの、半音下げでね、うん、使ってますし、うん、まあレコーディングでも、うん、あのこっちにないその低音とかを求めるときはこれを使ったりしてますね。なるほどな、はい、そうなんですね。じゃあその2本がまあ基本的にはそうですね、うんうん、ちなみにアンプのセッティングとかは、アンプのセッティングはまあね、キャビによってね、やっぱ出る帯域とかが違うんですよね、やっぱその日によっても違うと思うんですけど、うんうん、まあ、その時の感覚で僕はこのコントロールをいじったりしてます。息を使ってないです、ね、息を使ってないです。ちょコンプレッサーもあるんですけど、うん、オフです。で、あんまベースの人コンプはあんま多分かけないと思うんですよ。あ、そうなんですか。多分僕の周りではね、あんまいないですよ。でもスラップとかやろうと思うけど、ね、あ、そうですね、スラップの人はやっぱり、ね、うんうん、ありますね、使ったりしますよね、ブーストさしたりね、うん、
今日持ってきてるの4本持ってきてもらってますけど、はい、で今のがまあ基本いつも使ってる2本ですよ ね, ですね、はい、でその横にあるのは、はい、これは何ですか。これはねサドウスキーです。サドウスキー、なるほど。なかなか年季入ってそうな、ね、これね二十歳ぐらい20年ぐらい前に買ったベースですね、はいはいはい、でね最近までちょっと眠ってたんですけどね、ちょっとね改造しまして。お、何を改造したかっていうとね、貼ってある弦が違うんですよ、この3本と比べたの。なるほど。一番上、うん、この弦がね、はい、ロービーを貼ってるんですよ。ロービーっていうとは5弦ベースの5弦目、うん、5弦目っていう、で、3弦目にこのベースたちと一緒に E のだと。なるほど。で2弦目に A の音、うん、で一番1弦に D の音、D の音で、まあ言ったら G の弦がないっていう感じです。はいはいはい。だから、5弦ベースの5、4、3、2弦を、そうです、4弦ベースに貼ってるってことですね。はい、はい、そうですそうです。あのまあレコーディングとかでもね、結構ロービーとかね、E フラット下がね欲しい時とか結構あったんですよ今までも。なるほど。まあ半音下げで対応とかしてたんですけど、はい、マッサンとか、はい、5弦買ったらみたいな。うん。でもね、なんか4弦にこだわりがあって、あ、自分が、はい、4弦の方がかっこいいかなっていう勝手なね、昔ながらの思い込みがねあったんで、あの、あっと思って、じゃあ5弦のロービーを貼ったらいいんじゃないかって思って今年の春に改造してもらいました。これはどうなんですか。もちろんチューニングが変わるじゃないですか、はい、いやだからね、テンパりますよ本当に。まだねライブとかではね登場してないですね。そうですね、はい、今ねサドウスキー、あの電池入ってて、アクティブとパッシブの切り替えができる、はいはいはい、これ今パッシブにしてます、はいはいはい、まあジャズベタイプ、うんうん、音です。スライドができるっていう。確かに確かに、そうですね、うん、それなんかいつかライブとかで、そうですね、使いたいですね、うん、色はこだわりあるんですか。いや、これはね、なかったです、楽器屋でもうこれしかなかったです、サドウスキーが。サドウスキー欲しくて。ああ、そうなんですね。なるほど。え、それはいつの時代ですか。大阪。大阪ですか。ああ、そうなんですね。で、行った楽器屋にそれがあって、で、そうす、デビューアルバムとかもこれで全部やってます。うん、そうなんですね。でもこれジャズベース、そうっすですよね。ジャズベタイプで、で、この後にプレベを。あ、最初はジャズベだった。そうっす、最初、最初の頃はアクティブでガンモスパワーすごい感じでやってたんですけど、当時なんかミクスチャーとか、ゴリゴリのミクスチャーとか流行ってて、まあああいう感じを目指してやってた。マッサンとか、まあ、ボーカルとか歌いにくいと、そのステージですごいローが回ってみたいなのがあって、ちょっとパッシブにしてみてみたいな感じ でそっから結構パッシブになって、で今ももう基本はパッシブですね。そうですね、今もパッシブで、これちょっと今あの画角には隠れちゃってるんですけど、そうですね、これ見えるかな、これ僕も黒い T シャツ着てるんで、ね、ちょっとこれっすよ。何ですかこれは。これはね、作ったんすよ島村楽器さんがね、はい、専門学校を運営してたんすよ、うんうん、6、7年前、はい、で、その専門学生たちと共同で、あの1本のベースを作ろうっていうことで、
で企画もらって、わマジっすかってなって、僕が作りたいベースをこうオーダーして、デザインから何もかも最初からやって、一本のベースを作ろうっていう、クラフト科の生徒たちと先生とで、これを作りました。すごいっすねそれ。星型で、星型です。これはちなみに何ていう名前なんですか？これはね、まあ僕はブラックスターって呼んでますけどね。あの吉田さんが描いた絵とかにもあ出てきますね、たびたび登場しますよね、はいはい。ブーツィーコリンズが好きで、ブーツィーみたいなベースいいなって思う。ブーツィーは白だったりなんか紫だったり、はいはい、あるんですけど、今思うともうちょっと奇抜な色でもよかったかなと。これ一緒に作ったんですか、タレさん？一緒に、あのね、もうデザインも、うん、中のコイル一緒に巻いたり、木も一緒に切ったり。カットが入ってるんですね、その。あ、ここ？はい。そう、こう手を置いても痛くないようにとか、うんうんうん、すごいっしょ。ちゃんと作ってます。すごいっすよ、もう先生がね、はい、アドバイスくれて、すごい。じゃあ田谷さんはそこに生徒として、生徒として、はい、はい、裏口入学みたいな。裏口ですよ、まさに。はい、でそれ作って、で一緒に作って、卒業して、はい、卒業しました。卒業式でライブするっていう企画もありましたね。なるほど、なるほど。ここ何て書いてあるんですか？これラッシャーって書いてます。ラッシャー、はい、どうですか？あのね、これを考えてる時期にラッコタワーのドラムのシゲとめちゃめちゃ飲んでて、今ベース作ってるんだみたいな話とかもしてたんですよ、はいはい。でここ何書こうかなみたいな、このヘッドの部分にしたら、お前ラッシャー板前に似てるからラッシャーって書けばって言われて、で書きました。ノリっすね。まあだから、まあ、ブラックスターとも言いますけど、ラッシャーベースとも呼んでます。うーん、そうなんですね。でもこれヘッドの形もすごいですね。そうなんですよ、めちゃめちゃアブさんっていうお酒にハマってて、リキュールなんですけど結構強めな、でそのお酒を飲む時に使うスプーンがあるんですよ。それをちょっとイメージして、いろんなとこから発想を得て、そうなんです、これが出来上がってるんですね。で音もちゃんとこだわって。そうですね、形は違うんですけど、やっぱピックアップとかプレベっぽくしたいなっていう、うん、音をプレベっぽくしたいっていうことで、こうやっぱプレベ仕様の感じです。まあ、ちょっとパワーはレベルはちょっと低くなっちゃうんですけどね、この3本に比べちょっと若干。なんか弾いてください。いや、ぜひこれね、使いますわ。うん、はい、使ってください、これ。いや、楽しみだな。いろんなベースをライブで見れる日が来るかもしれないですね、これ。はい、ありがとうございました、谷さん。ありがとうございました、こちらこそ。いろいろと機材を紹介いただきましたけど、はい、メインはやっぱこの2本だと思うんですけど、はい、今、これからこの特殊な2本も。はい、特殊、そうですね。こういうのをちょっと使っていってもらえることを、なんか楽しみにしながら、ね、はい、まあ今の回ってるツアーではやっぱそのメインの2本をこう使われてると思うんですけど、うん、はい、神戸と、はい、イベントもね、そうですね、はい、大阪、神奈川、うん、ね、神戸はレゴと、ね、そうですね、対バンでやりますし、うん、使うか。まあちょっとでも分かんないっす、イメージが。まあそうです、まあなんかタイミングでこういうのもそうっす、お披露目できるといいですね。そうっすね。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。いろんななんかこだわりを入れて、はい、まあ、僕なんかビビたるもんですよ。まあ、でもタニさんほど使ってない人は珍しい気はしますけど、ね、マジでいますって。いますか？上には上が。で、音とグルーブにはやっぱね、譲れないというか、そういう部分もあるんで、うん、はい、そこぐらいっすね、はい。こだわって、はい、まあ、もちろんもう竿のそれぞれの
どう引き出せるかっていうのももちろんあるんですけど、そうですよね。違い分かったですかね、みんなね。分かると思いますよ。分かるかな。いやでもね、やっぱタイさんの音になりますよね。まあ、うんうん、何もかましてないんで。でも確かになんか何もかましてない方が、うん、特にそのプレイヤーの味みたいなのが出るのかもしれないですね。まあそうか、頑張ります。いやでもすごい面白かったです。いやいやいや、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまた何かね、タイさんのリズムの取り方とかもちょっと、ぜひぜひ、はい、今度やりましょう。聞きたいなと思うんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、はい、アンチェイのベースのタイさんでした。ありがとうございました。またね。